絶対なんかいそうだけど。校長さん、何ですかこいつは。この村の悪ガキです。この家を基地にしてたみたいで。基地？あ、コロニーです。コロニー。いや、余計わかんないし。すみません、出ていくように言ったんですが。兄ちゃん、ジュノンボーイ。あ、こら、なる、いきなり失礼じゃろう。ミャネが言いよったよ。ジュノンボーイはかっこよか来た。コンニーちゃんかっこよかね、ジュノンボーイよ。それは間違ってなかけど、この人は書道の先生ぞ。なるほど、校長。自分かくジュノンボーイたいね。違うって。ジュノンボーイち思うよ、なるは。いや、だからそもそもボーイち年じゃなかやろ。テレビに出ちょる人は年を弱く言うとじゃろ。ミャネが言いよった。まあな、佐藤を読むのも仕事のうちじゃろけん。ああ、カーボーイは中年でもボーイじゃん。すみませんね、聞き分けのない子で。あ、出てってもらっていいですか。鍵？くそ、何が秘密基地だ、ふざけやがって。でも生活環境が整ってたのはラッキーだったな。うわー、なるも書きたか。どうやって入った。